者の人ってさ、うん、こう聞き手がこう参加できるのって、まあ、僕らで言ったら声を出すとか拍手をするとかさ、はいはいはい、それぐらいしかできないんだけど、そうだ、まあ、表情とか、そう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 、うん、でどんなことされたら嬉しいわけ、いや、やっぱり 見えてるんでしょ、それはだから、うん、見えてる見えてる見えてるし聞こえてるし、だからそれはあれじゃないかな、まあ、こうやって本当になんかリズムがハマってっていうか、うんうん、バンドがガーッと、まあ、スイングするとかっていうけど、うんうん、そういう時にイエーイとか自然にあったりとか、あとなんかちょっと自分が、あ、面白いなと思ったフレーズがあった時に、うんうん、とかね、多分誰かのフレーズに誰かが、あ、反応させられてなんか怒ってる、うん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 、だとか、もう笑っちゃったら、うん、はははでもいいし、なんでもいいやけど、なるほど、別にここが、こう指差してくる、なんでもいいやけど、なんかさ、こう、いろんなこう、なんていうのかな、アドリブをバーってやってって、原曲のとこに戻ってきた時に、うん、こうイエーイおばさんとかが来るじゃない。ああ、そうだ。いやいや、それはたまたまかもしれない。それはいつもそこでやるわけじゃなくて、そ, その時にかもしれないし。それはアドリブに。あ、それはね、アドリブに対しての。そうそうそう。あ、それは三時っていう感じ。そうそうそう。それはそうだ。あ、意味わか今、うんうん、意味わかったけど、そのソロ、うん、そのアドリブだ、トロンボーンのパートのソロが終わったら、うんうん、ああ素晴らしいみたいな。よくやったよくやった。そうそうそう。だから、ね、クラシックで言ったら1曲が終わったところで、まあ、ジャズの場合その途中で。そのはい、トラ次トロンボーン行って、うん、トランペットかもしれない、うん、じゃあトロンボーンそうじゃん、うん、あよろしく、まあ、まあまあまあよくやったみたいな感じで次の腕見してみろみたいな、ね、そうそうそういう感じかも、だからでも別にそれは必ずあるべきでもないかもしれないし、そのじゃバラードとか静かの時に「はい!」とかなんだよなるほどねそれはちょっと控えめにしたりする、ね、アメリカだって、うん、それは次の人がもう、うん、それを聞こえなくなっちゃうのもあれだから、うんうん、でもちょっと拍車したいと、うんうんうん、まあそんな感じがニュアンスが出るわけ、なるほどね、うん、ちょっとさ、ちょっと話がガラッと変わっちゃうんだけど、はい、あのこれの話なんだけど、あ、お金これ今日の質問だからそうそうそう、はい、いや、っていうか、まあ、あの演者のお金の話もそうなんだけど、はい、ぶっちゃけさ、その箱代っていう の,、うん、その聞きに行く時のさ、はい、お金高すぎ、あ、そう、まあ、ミュージックチャージとかっていうね、そうそれプラスジャズクラブとかだと飲食とか、そうそうそう、ワンドリンク、ワンフードとか、そう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 、まあ、まあ、稀にオーダーなしでもいいっていう店もあるんだけど、うん、聞くだけでもいいですよ、ね、うん、あれさ、もう大人はまあなんとか対応できるけど、うん、なんていうの、10代20代の子たちはさ、はいはい、ちょっといけないよね、ちょっとね、まあ本当学割で半額ぐらいとか、うん、まあ少なくともないと、うんうん、ちょっと厳しい、あれな、アメリカはどうなの、実際アメリカはね、例えば世界のトップクラスの人が20ドルぐらいとかで聴けることが結構ある、20ドル2000円ぐらいかな、まあまあそうそう、例えばワンドリンク入って20ドルとか、うん、だから安いでしょ、安い、だからそういう、だってもっとあれでしょ、六本木とかでさ、うん、やったらさ、うん、えこの間俺支払い結構いったよそれは何飲みまくったの、いや飲んでない飲んでない、それで何3万ぐらいえそんなんで聞けるの、そうだ、だからね、そこもやっぱり違うんだ、だからまあでもこれもっと突き詰めると、そのミュージシャンのあのギャラっていうのがそれがきついかもしれない、ね、その分だって安いわけだから、まあ、日本はだからもっと高い、高い、あ、そう、高いよ、うん、だってミュージックチャージっていうのもだって全然下手したら倍ぐらいとか、日本の方が、うん、うん、取ることも少なくない、うん、下手したらそれこそ素人のお姉さん、うん、おばさんたちのジャズシンガーっていうのもそれぐらいまああんまりここでは言いませんけどまたピーナッツ、だからその世界のトップクラスのっていうのが現実だから、まあ俺なんかもノリふざけんなよみたいなこともあるのかもしれないけど、うん、でもまあもうそういう事件じゃなくても本当素人の方でもそういうふうなことが起こってるのが日本だから、もう、まあ、ぐちゃぐちゃになってるんだけど、もうちょっとさ安くできないのかね、だからね、それはね、まあ俺もその経済的なことっていうか、あれは分からない、身入りが減っちゃうから、うん、まあでもまあそれ自分のことじゃなくて、まあ、全体のこと考えてもちょっとそこの専門家じゃないから、うん、なんとその方のビジネスの方の分からないんだけど、うん、ただ理想としたらやっぱりジャズってそんなに気取って、うん、もともとクラシックの宮廷音楽だと か,、うん、なんか王様みたいな人たちがなんかもう本当に時間を持て余してなんか演奏させると、うんうんうん、まあそういうんだったらちょっとそれ、まあまあ、なんか気取ってるとかっていうのが、ね、うん、だからある意味クラシックとかってふさわしい感じもする、うん、本当にドレスアップして、うんうん、そういうのも分かるんだけど、ジャズって自分にとってはもうちょっとストリートミュージック
くっていうか、うん、そうだね。だから食べ物で言ったらそばとかうどんぐらいの感覚で、うん、あの海苔で、でもそれはじゃあ内容もがいいダメってことじゃない、うん、そばでも、うん、あのね、ラーメンでも、うん、すげえうまいものがあるべきだけども、うん、ソウルフード的にね、そうそうそう、うん、そういう感じ、それがなんかフレンチのフルコースですって感じで、うん、ジャズであってほしくないっていうのは、うん、でも今日本のジャズはさ、うん、どっちかっていうとフレンチのフルコースに近いよね、近いっていうか、まあ、多分そういうイメージになっちゃってる ね、ちょっと敷居が高くて、敷居が高いよね、うん、まあ六本木とか銀座とか、うん、そういうちょっと気取っててっていうか、まあそうじゃないお店もあるんだけど、うん、もっと汚くて本当にっていうのも、でもなんかそのイメージの方が強いと思うから、そうだね、そこが余計なんか服装がどうとか、だから面白いのは、うん、まあじゃあこっちのあんま名前は出さないけど、まあ某東京とか例えばじゃあ青いなんとかね、そうそうそう、はい、そのまあ子供の頃っていうか、うん、あなんかジャズの憧れも抱くじゃん、うん、分かんないなり、うん、そしてやっぱりあの入り口の時で黒人の大きいお兄さんがスーツで、それでまあちょっと短パンじゃダメかな、ジーパンじゃダメかなみたいな、そういうドレスコードみたいな実際あるあったと思うんだけど、ダメなの、まあ、今もダメだと思うんだね、俺今日の格好入れる、いやじゃあ入れると思うでもね本当にあれだったら、まあでもジーンズもすごいちょっとなんか切れてたりとか、そういうだったらとかあるあってもおかしくないと思う、うん、と思う。ただニューヨークに、うん、で行ったじゃん、うん、そしてニューヨークにもその、うん、っていうのがあって、うん、もう全然短パンって思うけど短パンで、だって、あ、だから日本の方がよっぽど緊張するんだろう、で向こうの人だから、まあある意味汚い格好っていうのが言うけど、言い方別に汚いと思わないんだけど、うん、別にそれ自由な格好とか、うん、楽な格好、ラフ、ラフだ、まあラフな、ね、でそ、じゃあいい年したね、60の人でも、うんうん、まあ子供みたいな格好っていうか、それで全然、でもほとんど俺の目から見ると純粋に音楽を聴きたい、そういうのは伝わってくるわけ、なんか興味、ジャズを、だけど日本の方がその着飾ったりとかそれ気にすることが多いから、肝心のじゃあ音楽の方っていうのはそうなんだよ、二の次三の次になっちゃって、そうなんだよ、だからもうつべこべ言わず、やっぱりもう分かんなかったら分かんなかったでいいし、うるせえだったらうるせえでいいし、それなんかもうそれ気にしないで、ラーメンとかそばの感覚でそうだ、ね、っていうのがやっぱりなんかこうフラッと一人で入って、うん、なんかパッと聞いて、うん、あもう楽しいんだから帰ろうみたいな、うん、まあ、途中で帰ってもいいんだし、うん、なんかそういうのはちょっとできないよね、ちょっとだから前々から計画して、うん、ね、よしこの日は行くぞみたいな、でお金も下ろしていこうみたいな、そうだ、ね、そういう感じだよね、なんかデートのあれとか、そうだね、だからなんだっけとかって、まあいやいや、例えばいやいやいや、素晴らしいミュージシャンいっぱい来て、うんうん、まあ、俺も何回もあれだけど、うん、ただ雰囲気見ると、例えばもしかしたら、まあね、会社のあれでチケットもらってとかある、うんうんうん、だからやっぱりそういうジャズをラフにっていうか、自由に気取らずに楽しむっていう、もう空気があんまりないっていうか、むしろなんかよそ行き感が、はいはいはい、でジャズってやっぱよそ行きじゃ楽しみづらいところがあるわけよね、なんか、だから俺なんかセッションなんかで、うん、まあ、ジャムセッション、ニューヨークで。まあ、それは友達の黒人の友達とか俺が聞いて、うんうん、まあ、イエーとか言って、うん、グッジョブとか、まあ、いろいろあるんですよ。それが、Your mom raised you right みたいな、よくお母さんに育てられたみたいな、まあ、半分、まあ、バカにだけど、まあ、そんな、もう思いもつかないで、ソロ終わって、こうやってだからストーリーを言ったら、あ、よくなんか育てられたんだねって、まあ、半分バカにして、きれいきれいみたいな、ね。そう、なんかお利口さんみたいな、多分。まあからかわれてるんで、なるほどね、まあ、でもそれも音楽のじゃあこの野郎みたいになっていや、ね、それからまた変わってもいいし、もっとさらけ出して、うんうんうん、まあちょっとね、うん、何あ綺麗にまとめようとしてるのかなっていうのかもしれないし、ね、なるほどね、これはもっとダーティーにしてこいよと、うん、だからまあ別に気取ってたらやっぱりなんかいろいろハプニングしづらいところはある音楽だと思うから、もちろんでもね、あの年配の黒人のミュージシャンでやっぱりちゃんとスーツでクラシック音楽に負けないそういうリスペクトをなんか受けないといけないっていう、まあそういう考えの人もいるし、それがあのまたそれで素晴らしいのかもしれないけど、俺は個人的にはやっぱりストリートのその手の届くところのなんかさ、そのまあわかんないけど、その素人の俺なんかが感じるジャズっていうのはどっちかというと有料不良で言ったらさ、不良の音楽だと思うのよ。そうなんだよね、はい、俺もそう、まあそう